ドヤさん、ありがとうございます。僕の初めての赤を捧げます。ありがとうございます。ありがたく頂戴しますよ。昨日誕生日を迎えて大人の仲間入りをしました。ってことは二十歳になったんですか？はい、これからはより一層気を引き締め、社会の一員として、また宝生海賊団の一員として、恥ずかしくない振る舞いをしていく所存です。そんな僕に何かありがたいお言葉をいただけないでしょうか？はい、二十歳になるとね、二十歳、いや20代前半って、本当に会社のおばちゃん、おじちゃんに、ねえ、あなた若いわね、今何歳なのって聞かれて、今21歳ですって言うと、あら、若いわね、今が一番楽しい時ねって言われる年頃なんですけど、そうなると大体、今が一番楽しいとか言われても別に、別にそんな思わん、何も楽しくないんですけどって思うんですけど、思い返してみると本当にその頃が一番、体も無理が効くし、何でも始められるし、本当に一番いい時期なんだよね。そう、本当に一番いい時期なの。会社のさ、おばちゃんおじちゃんに言われてもさ、何が一番いい時期なのかちょっと意味がわからんわって思うじゃん。思うんだけど、本当にいい時期なんだよね。そのね、大事な時期をね、逃さないようにしてほしい。後悔してももう21歳には戻れへんから。ということでね、大事にしましょう、20歳。三色三十郎さん、どうもありがとうございます。180万人ありがとうございます。